次の問いに答えてください。3秒後に解説を始めます。では一緒に確認しよう。この式は y イコール x の式に変形できないから。このまま両辺を x で微分しよう。左辺の x は x で微分すると1。右辺の t a n ェント2乗倍は y の式だから。 y の式を y で微分して dydx をくっつけるあとはこれを dydx イコール x の式に変形すれば OK ここで dydx 以外の式が y の式になっているからこれを x の式に変換しよう y と x をつなぐ式 x イコールタンジェント2乗 y を使いたいから コサイン2乗 y 分の1は三角関数の公式で1プラスタンジェント2乗 y に変形して、タンジェント2乗 y を x に書き換えよう。x イコールタンジェント2乗 y から、タンジェント y はプラスマイナスルート x。ただし今回 y は第一小限だからプラスを採用。 y をルートに書き換えて両辺を x の式で割れば dydx が求まる因関数の微分法では問題に x の式で求めようといった断りがない場合 y を使って答えても OK d dx y d x 2は分数ではなく y を x で2回微分したものを表す記号 dx の2の場所が気になる君は DX が2乗されているようなイメージで覚えよう。